1838年頃の王立研究所、ジェームズ・デュワーの科学実験講義の様子、ヘンリー・ジャミン・ブルックス、ハンフリー・デイビーを描いた木が、ジェームズ・ギルルイ王立研究所とも訳されるは、イギリス2799年に設立された、科学教育、科学研究の機関である。設立者には、ヘンリー・キャベンディッシュや、第9代ウィンチル・シー・ハク・ジョージ・フィンチがいる。 研究所の初めの資金と設立の提案は、社会改革家のトーマス・バーナード卿と科学者のラムフォードハク・ベンジャミン・トンプソンが率いる、旧品団体、ソサエティ・フォー・ベトリング・ザ・コンディションズ・アンド・インペルービング・ザ・コンフォーツ・オブ・ザ・ブアによってなされ、1799年に、ロンドンの王立協会の会長、ジョゼフ・バンクスの双方スクエアハウスに設立された。ヘンリー・キャベンディッシュや、 第9代ウィンチルシー白ジョージ・フィンチラが設立者となり、第一に有益な発明や改良の効果的な普及、次に技術的な知識の交換のための教育的広報、活動、講演会、出版物、見学会、継続的な展示を通じて、農業や工業のための新技術、装置、機械の応用などを目的に設立された。1800年に直行を受けた。 研究所は50議2以上を出資する経営会員と維持者、寄付者を募集して開かれた。はじめは90人が集まりその中から10人の理事が決められた。1803年に経営会員が350人を超えその数で一定した。研究所の運営はこれらの出資、寄付のほか講義の参加量に頼った。そのため講義の参加者数が研究所の運営を左右した。 研究所で最初に公開講義をしたのは科学の巡回講師をしていたトマス・ガーネットである。ガーネットは1799年に研究所に招かれて着任し、1800年3月から講義を始めた。聴衆は女性も含めて500人を超えたという。ガーネットは科学に関わって生活する人のための教育と科学を楽しむことを同時に求め、 初期の研究所の活動の基盤とした。しかし、ガーネットは研究所の経営のまずさで約束した、報酬を払ってもらえず、一年半で研究所を辞めてしまったが、公開講義の伝統は引き継がれた。講演会のチケットは庶民には高価であったが、多くの聴衆が集まった。講演会で特に人気を博し、多くの聴衆を集めたのは、 ハンフリー・デイビーとその後を継いだマイケル・ファラデーが知られている。デイビーは1801年に研究所の科学補助講師、科学実験室管理者に着任した。デイビーは1800年に発明されたばかりのボルタ電池を使って食塩水の電気分解や、1808年に発明されたばかりのアーク島の輝きを聴衆に見せて驚かせた。 公認のファラデーも自身の最新研究である電磁気学の発見を講義した。研究所はこうした講演活動を通じて教育や科学の発展に貢献し、1827年から始められた年少者向けのクリスマスレクチャーはマイケル・ファラデーらが講義を行った。ファラデー以後も多くの科学者が王立研究所で活動し、ハンフリー・デイビー、マイケル・ファラデー以外に ローレンス・ブラック、チャールズ・ハチェット、ジョージ・ポーターらがいた。十数人の研究者がノーベル賞を受賞し、銃の元素が発見された。1973年にマイケル・ファラデー博物館が書内に開館され、2007年までに実際の研究活動には使われなくなった。注釈出典。ありがとうございます。